みっけふかおちいらい。この間アクタンとデートしてたんですよね。香水とね、あとお洋服買った。マジでチョコがショップ店員さんみたいになって、そう、アクタンの好みを聞いて、え、アクタンこういうの好きそうって言ったら、え、こういうの好きとか言って、アクタンチョコの勧めたやつ全部買ってた。アクタンこういうの好きそう、あ、これ食べたら可愛くないって言ったら、え、可愛いって、マジでね、全身丸ごと買ってたんだよね。何着買ったんだろう、結構買ったんよね。あの、アクタンがお会計してる時に、ね、アクタンこれ可愛くないってワンピース持ってったら、やめてっつって、欲しくなっちゃうからっつって止められた。うん、いや、でもアクタン人見知り出てるなって思ったのは、なんかショップ店員さんに、え、試着しますかみたいな感じで聞かれた時に、え、いや、いいですみたいな頑張って断ってたの可愛かった。こういうのとかどうですかとか、ショップ店員さんに売られた時に、多分アクタンの趣味じゃないなと思って見てたんだけど、いや大丈夫ですみたいな、横からアクタンこういうのどうみたいな、こっちの方が可愛いんじゃないみたいな、こっちの方が好きそうって言ったら、すごい嬉しそうな顔で、あ、そういうの好みっつって、そう、勝ったって思ったよね